名前を教えてください。飯山恵美里です。学部学科を教えてください。体育学部競技スポーツ学科です。はい、部活動は何をしてますか？バレーボール部です。ポジションはどこですか？ミドルブロッカーをしています。バレーボールを始めたきっかけは何ですか？小学4年生の時に仲の良かった子がバレーボールをしていて誘われたのがきっかけで始めました。スキルポイントはありますか？高さのあるブロックとスパイクです。子供の頃はどんな子でしたか？結構人見知りであんまり話したりとかはしないタイプでした。東海大学に来た理由は何ですか？去年など結構優勝とかしていてすごいバレーボールをしやすい環境だなっていうのも感じたので決めました。大学の印象はどうですか？もう慣れましたか？まだ不安なこととかもあるんですけど友達とかもできて楽しく過ごせています。バレー部に、所属して感じたこととかありますか？バレー部に来てみてすごいみんな仲が良くて、バレーしてても教え合ったりとかしながらすごいやりやすい環境で楽しくできてます。藤井監督の印象は？思ったより優しい方ですごい話しやすいです。チームの中で憧れの先輩はいますか？宮部愛芽世さんです。どんなところが憧れですか？サーブも強いしレシーブもできるしスパイクもブロックもできるっていう何でも上手くて上手なところです。試合、春のシーズン出たと思うんですけど出てみての感想は？高校と違って大学のバレーは結構コンビの組み立てとかもあってブロックが大変なところもあったんですけどすごいいい経験ができて自分の課題とかも見つけることができました。試合前ルーティーンとかありますか？ルーティーン、試合前に聴く曲とか、結構テンポのいい曲とかを気持ちが上がる曲を聴くようにしてます。今日の日は何してますか？部屋でダラダラしてたり友達と遊びに行ったりしてます。今日のいいところは好きなメニューとかあれば教えてください。いいところは常に友達が近くにいるので暇だったら遊びに行ったりとかお話とかできるところです。大学の近くのご飯屋さんでおすすめはありますか？浜寿司お寿司が好きなので。競技以外バレーボール以外に何か得意なことはありますか？将来はどのポジションとかじゃなくて全てできるようなオールラウンドプレーヤーになれるように頑張りたいです。応援してくれてる皆さんに一言お願いします。これからも頑張るので応援よろしくお願いします。